カットライン。俺の名前はヒロシ。どこにでもいる普通のサラリーマンで、嫁のリリカと可愛い一人娘のミアと暮らしています。会社員としての俺の収入はそれなりで、共働きをしないとちょっときつい生活水準なので、嫁にもスーパーのパートをしてもらっています。ヒロシ、もう家に帰ってる？ああ、今帰ってるとこ。じゃあミアのご飯よろしくね。ああ、また？今日も忙しくて遅くなりそうなの。なんで社畜の俺よりパートのリリカが帰り遅いんだよ。スーパーは夕方から閉店間際まで忙しいの。だからってミアを一人にしておくのは良くないだろう。じゃあヒロシが早く帰ってあげて。それ早く帰りたいけど、俺にだって仕事が。私だって仕事だよ。それはわかるけどさ。とにかくミアのことよろしく。聞いちゃいないのな。帰宅後、ミアご飯だぞ。今日は健康でヘルシーな豆乳ハンバーグとかぼちゃのスープだよ。あー、またレパートリー増えた。いつも美味しい料理をありがとうパパ。昔からパパは子供の胃袋をつかめって言われてるからね。そうなの。お、早速食べるぞ。うん。夕食後。美味しかったねパパ。そうだな。私、ママのご飯よりパパのご飯の方が好き。だってママの料理、カレー、ラーメン、チャーハン、焼きそば、ハンバーグ、パスタの繰り返しだもん。おー、あれな、強い野球チームの先発ローテーションかっての。ねえねえ、ママは今日も残業なの？そうみたい、忙しいんだってさ。うん、昔はどんなに遅くても晩ご飯には帰ってきてくれたのにな。やっぱりママがいなきゃ寂しいよな。うん。それからなんとなくミアの口数が減りました。はっきり寂しいと聞いたわけではありませんが、娘は甘えたい盛りの小学4年生。寂しいに決まってます。しかし時刻は間もなく夜の10時だというのに、リリカはまだ帰ってきません。まだ帰れないの？ごめんヒロシ、今から棚卸し。棚卸し？さ、本部の命令でさ。ほんと無茶ぶりするよね。2週間前にやったばっかじゃん。てかリリカのスーパー棚卸し多すぎない？ほんとだよ、迷惑だよね。マジで何回棚から物を下ろすんだよ。しょうがないじゃん、本部の命令なんだし。ちょっとはミアのことも考えてやってくれ。あいつすごい寂しがってるから。ミアにも悪いと思ってるけどさ。そう思ってるならやってくれ。うるさいな、仕事終わりに嫌なことばっか言わないでよ。そうやってぐちぐち言ってくるところ嫌い。ああ仕事終わり、今から棚下ろしだろ。ごめんごめん、通常業務が終わりって意味。今は棚卸し前の休憩中。なんかお前怪しいぞ、職場どこ？はぁ、なんで？明らかに拘束時間長すぎ。ちょっと抗議するわ。そんなことされたらお店に入れなくなる。家族団らんの時間を奪う職場なんかやめちまえ。あーごめん、もう休憩終わる。また後で連絡するから、またね。ご覧の通り夫婦仲は最悪です。子育てのせいで自分の時間がないとヒステリックをたびたび起こしては喧嘩をしています。親としての自覚に欠けるリリカに不満と不信感が日に日に募る、そんなある日のこと。ちょっとヒロシ聞いて、大ニュース。どうしたの？私昇進することになったの。昇進？昇給じゃなくて？うん。バイトリーダーとか？違う、正社員に。正社員？そう、残業で深夜帰宅、ひどい時は朝帰り。辛かったけど、その努力がついに報われたんだよ。なんで？いきなり注意から小3に昇進できるシャーアズナブルじゃあるまいし、アルバイトが一足飛びで正社員になれるの？ねえ、妻の昇進を素直に喜べないわけ。俺は反対だね。どうせ正社員になったらもっと仕事への締め付けきつくなんだろう。その点は大丈夫、むしろ今までより全然楽になるから。そうなの？うん。思わぬリリカの朗報に俺も嬉しくなりました。これでもうミアに寂しい思いをさせなくて済む、とそう思ったのですが。それで私、来週の頭から3泊4日で京都に行くから、正社員になるための研修旅行。あ、ちょっと何言ってるかわからない。それが社員になるための条件なの。なら社員にならなくていいだろう。お給料上がるんだよ、いいじゃん。確かリリカの働いてるスーパーって全国展開だよな。そうだけど。じゃあ転勤になったらどうすんの？え、断るよ。そんな簡単にはいかないって、人事の命令は絶対だからな。ミアも悲しむし。
大丈夫、私転勤することはないから。なんでそんなこと言い切れんの、神なの。とにかく転勤はないし、旅行に行くから。え、旅行、研修でしょ。研修だよ、研修旅行、略しただけ、細かすぎ。で、今日何時に仕事終わる。今日は研修旅行の打ち合わせで遅くなる。あー、ダメだこりゃ。その後、正社員について言い合いましたが、話は平行線のまま。嫁の意思は固く折れてくれません。翌日、パパ、ちょっと大変。なんだ、どうした。今、ママのスマホ見てるんだけどさ、ママ、絶対浮気してる。はぁ、ママのことみんなに話したら、クラスの子みんな浮気してるって。浮気ってママがパパ以外の男の人と仲良くすることでしょ。そうだけど、いや、変な言葉覚えやがった。ママ絶対にそれしてる、だから私見たの。マジかよ。でもどうやってママのスマホ見ることができたんだ。ママもパスワードロックくらいかけてるだろ。ママが家でスマホ触ってる時にパスワードの解除ボタン見てたの。なるほどな、そういうことかよ。ママ内緒でお泊まりしてたの。パパじゃない男の人とのやりとりで全部分かっちゃった。京都に行くのも相手の男の人が行くだけ。ママは最後の思い出に京都旅行しましょうって言ってる。じゃあ正社員って話も嘘か。うん、多分こんなこと言いたくないけどさ、最低のママだよね。そうかもな。小さなスパイミアから聞かされた衝撃の真実、リリカにとっては一時的に燃え上がった恋なのでしょうが、そのまま燃え尽きていただきましょう。一度裏切るやつは何度でも裏切る、こういうやつは不倫シーズン2、シーズン3と同じことを繰り返すんです。俺とミアを裏切り不倫に走った代償をリリカには絶対に払っていただきます。そういうわけで嫁の京都旅行追跡開始。和室もたまには悪くないね。そうだな、都会の喧騒を忘れての京都旅行、ほんと最高。しかも隣には未来の旦那。その隣には現在の旦那もいるよ。そしてその隣にはミアもね。二人は不倫旅行を満喫していました。常に明るく振る舞っていたミアも要所要所では寂しそうで辛そうな顔をしています。夜俺が眠っていると思ってひっそりと泣いたり、パパギュッてしてと甘えたりしてきました。そして旅行最終日。うわー、眠い。寝ぼすけさん、おはよう。チェックアウトって何時だっけ。10時だからあと2時間あるよ。そっか、じゃあもう少しでお別れだね。そんなこと言うなよ。なあリリカ、お前も離婚してこっちに来ないか。その話はもう何度もしたでしょ。私は家庭を捨てる気はないの。やっぱりダメか。どの口が言うんだって思うだろうけど、これでも夫と子供を愛しているの。そっか。でも京都駅で別れるまで私はあなたのものよ。リリカ、なんだよこんないい時に。あったか。うるせえな。何の用ですか、今忙しいんですけど。嫌い。今日こそお前と。え、ヒロシ、嘘でしょ。別れてみせる。じゃあ。ヒロシ、なんでここに。ヒロシってまさかリリカの旦那。サプライズだバカ野郎。悪いがお前らの不倫旅行しっかり尾行させてもらったよ。許せない、ラブラブ写真もいっぱい撮ったんだから。そんな、ちょっと待てよ。てかどうしてミアも。何が研修旅行だ、全部嘘じゃねえか。おい、リリカどうしてバレたんだよ。理想は完璧って言ってただろ。そんなの私にも分かんないよ。私がママの携帯を見てパパに報告したんだよ。結婚したら他の男の人と遊んじゃいけないんだよ。それは不倫って言って絶対にしちゃいけないことなんだよ。そうだ。全部見たの。勝手に盗み見るなんて最低。でも実際にママ他の男の人とラブラブだったし。違う。そうですよ、誤解ですよ。誤解だったら解いてみろったんだ。いや、実はこの宿が研修旅行先の部屋でして。わあ、じゃあ研修で使った資料や VTR は。それは多
病院越しスーパーの人に聞いてみようよ。なんでうちで働いてるスーパーの名前を。少年探偵団の宮に解けない謎はない。真実はいつも一つ。お願いです。どうかそれだけは。もう二度と奥さんに近づきません。だからそれで会社にだけは黙っててくれませんか。バカなの？お前ら都合良すぎんだよ。これからたくさん働いてたっぷり慰謝料払ってもらうから。ギャー、そんな。待ってよ。この人とは今回の旅行で別れる気だったの。別れてまたいいママになるつもりだったの。そんな都合のいい主張通るか。ママのバカ。別れていいママになるって。いいママは初めからこんな悪いことしないもん。ママは悪いママだ。ママなんて大嫌い。どうすればいいの。離婚なんて絶対に嫌。俺はミアを追いかけいっぱい慰めました。ミアはうんうんとうなずき、俺の話をずっと聞いて泣き疲れたのか、俺の胸の中で眠りにつきました。そしてこれからは嫌な大人の時間です。慰謝料200万は全てミアのために使う。それがお前がミアにしてやれる最後の優しさだ。最後だなんて嫌。お願いヒロシ、やり直しましょう。今ならまだやり直せるから。それを決めんのはこっち。もう俺とミアでママとはさよならするって決めたから。そんな家族ってそんな簡単に切れるの。その家族を簡単に裏切ったのはどこのどいつだよ。彼とは今回のことでお別れするつもりだったのよ。だからなんだ。お前と一緒にいて幸せな未来が待ってるとは思えない。ミアはお前のことママって呼びたくないって言ってるし。ミアが。親子だからって自動的に愛情が生まれるわけじゃない。血はつながってても心がつながってなきゃ意味ないんだよ。泣くのも気づくのも遅かったな。その後、俺は元嫁リリカとの離婚を粛々と済ませました。リリカと真男からもらった慰謝料の総額は400万。そのお金は全てミアのために使っています。これからミアと二人家族ですが、俺がパパとママの二人分の愛情を注いで全力でミアを幸せにしてあげたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。